お疲れ様でした。いや、今日ナレーションがあるっていうのを聞いて、ちょっと私ナレーションが初めてだったので心配で、昨日ちょうどいつもこの番組のナレーションやってくれてるリカに会ったので聞いてみたら、そうカタカナが多くてちょっと難しいっていうのを言ってたので、頑張って滑舌よく言おうと思いながら口を大きく開けてやってみました。自分ではできた方だと思います。でもなんか目から入ってくるあやめんとかの情報になんか圧倒されてましたけど、なんだろう、いやでも楽しくできたので良かったと思います。私が今回やったナレーション見逃した方はぜひ TVer の方でご覧ください。